それでは、本年度の計算機数学1の授業を始めたいと思います。で、この授業の資料なんですけれども、これ、酒井康先生が作られております、計算機数学1の、講義ノートをもとに進めます。あと、それから、授業のサポートページは、私の、ホームページの方にありますので、随時ご確認ください。で、今日は1回目ですので、その授業の内容からの説明していきたいと思いますけれども、一応、計算機数学といっても、非常にその幅広い分野を扱うわけなんですけれども、この授業におけるその計算機数学というのは何を指すかといいますと、その計算機上で主に整数ですとか、その多項式に対する代数計算を行うための数学を扱います。ですので、そのこの計算機数学1の授業内容としては、こういった内容を中心に扱うということです。で、そのですね、この授業で扱うその計算機数学、先ほど述べた分野の特徴をいくつか挙げておきます。でまず1つ目は、代数的と呼ばれる、代数的といったもので、でこれは、その、主にですね、その、整数、数ですとか、それから多項式のその加減乗除ですとか、それから代数的性質というのは、その、なんですかね、多項式間のいろいろな、イデアルですとか、そういう常用間とか、そういった性質に基づく計算を扱います。それから、2番目の特徴としましては、構成的というもので、これはただ単にその数学ですと理論的にそのこれこれがこういう性質を満たす、こういう集合はこういう性質を満たすといったような、そういういわばその性的な状態ですね、それに対そういうその性質をいろいろ学ぶことが多いかと思うんですけれども、この授業で扱う内容としては、じゃあそういうものが存在するとしたら具体的にどうやったら計算できるかという、その具体的な計算手順を伴った数学です。ですので、これを、アルゴリズムとでも言われることもありますので、そういったその構成的な数学を、この授業では学びます。で、あと、3番目の特徴としましては、これ実際的って書いたんですけれども、プラクティカルですね、英語ですと。で、実際的っていうのはどういう意図で書いたかというと、まず1つ目は理論の正しさに加えて効率を重視すると。いうことで、これ例えばその皆さん今ですね、その例えばそのオンラインでいろんなサービスを使ってると思います。その時には例えばオンラインの銀行のようにその皆さんのお金をそのインターネット上でやり取りするっていうこともありますよね。でそうする際には他の人が皆さんになりすましてログインしたりしないように、パスワードをかけるとか、いろんな通信を暗号化するかとか、そういったその安全のための対策をいろいろ行っています。で、その安全のための対策っていうのは、原理っていうのは、みんな数学の原理に基づいて決まってるわけですね。そうすると、例えばその、非常に強力な暗号を作りましたと。で、これをその解読、つまり第三者が破ろうと思ったら何百年かかりますとかっていう暗号があったとして、ところが、その実際に、使う人がですね、その暗号化、複合化しようと思ったときに、例えば1年とか2年とかかかっていては、実用にはならないわけですよね。で本当に使いたい人は一瞬で暗号化、複合化できて、かつその破ろうという人がいた場合には、それが何十年かかっても破れないようにしなければならないと。そういう意味での、効率っていうのは重視されますので、そういったこともこの数学の中、こういう分野の数学の中では重視されております。でそれからと、実際に計算機上で動作されることを念頭に置くということで、これもですね、例えば、最近、そうですね、例えば車でもあるのかな、なんかセキュリティチップと呼ばれるそういういろいろな半導体とプログラムを、例えばそのカードですとか、それからキーケースの大きさに入れてですね、それでこう、例えば部屋に入るときにこうカチャッとロックを解除したりとか、そういう仕組みもあったりしますけれども、そういった小さな機器ですと、おのずから
そのまあこれから今日の授業で説明しますけれども、使えるメモリーの容量なんかは限られたりするわけですね。あと、まあ皆さんの携帯電話でもいろんなことできますけど、まあさすがに携帯電話はスーパーコンピューターのような仕事はできませんから、できないことも多いですから、ですから実際にその対象となる計算機ですね、まあここで言っている計算機というのは非常に抽象的なもので、例えば皆さんの持っている携帯電話なんかでも計算機なわけですけれども、まあ、そういったものでも動作させるようなことを、まあ、念頭に置いたようないろいろな理論が理論や実装が構築されております。ということで、まず準備ということでですね、そのテキストの方には最初にちょっと見ていただきますと、4ページから6ページのところにそのいろいろなこのテキストで使う記法などというのが説明があります。それからあと、7ページですね、のところにはアルゴリズムの記法というのがありますが、これらについてはまず後で説明します。それからあと、ここのスライドにありますように、このテキストっていうふうに書いた場合には、これは今日お配りしたですね、その酒井先生によるテキストを指しますので、まあ、そのつもりでいてください。ここまで、質問などありますでしょうか。はい、では最初にそのコンピューターの基本構成ということで、一応まあ計算機を念頭に置いた数学を学ぶという上ではですね、じゃあ計算機というのはいかなる仕組みになっていて、で、まあ、どういったことを考えなければならないかということを頭に入れておくのは必ずしも損ではないと思いますので、と、まあ、その辺の話から始めたいと思います。で、一応もしかすると皆さんですね、1年生のですね、共通科目の情報でこう学んだことも出てくるかと思いますが、まあ、適宜思い出しながら聞いてください。で、ここではまずその計算機を構成する主な装置というのを一応復習というか、まあ、もし1年の情報でやっていた人は復習しておきます。で、まず一番計算機の中で中心になるのがその中央処理装置という呼ばれるもので、でこれはセントラルプロセッシングユニットって英語で言いますが、その頭文字をって CPU というふうに言われますね。で、でその CPU というのは、まあ、ここにありますように、主に2つの役割に分かれておりまして、1つが演算装置。これは数値演算、加減乗除の数値演算ですとか、あと論理演算ですね。まあ、論理的な論理和とか、あと論理積とか、それからといったことを否定などのような計算を行います。で、基本的に今の我々が使っている計算機にできることというのは、本質的にはこの数の加減乗除だけです。で、それ皆さんがですね、計算機がいろんなことができるように見えるのは、いろいろな工夫によってそういうふうに見せかけているだけなんですね。逆に言うと、その数の加減乗除だけで今いろいろなことをやってるっていうのをちょっと留意しておかれるといいかと思います。あとはもう一つ制御装置というのがありまして、これは計算機全体の動作を制御するということで、まあ人間の脳に例えますと演算装置が大脳で、制御装置が小脳とか、そういう感じなんですかね。感覚的にはですね、僕はその生物学のことは素人ですので、そのぐらいにして置きます。で、それからと次に、まあ、出てくるのはその主記憶装置、メモリーと呼ばれるもので、でこれは、まあ、計算結果ですとかいろいろなデータを記録しておくんですけれども、まあ長所としては読み出しの速さは比較的速いものがということがあります。ただし電源を切ると、まあ、消えるとものが多いと。まあ、ものが多いというのは、最近はいろいろな工夫で、まあ、消えない電源を切っても内容が保持されるようなメモリもありますけれども、まあ、基本的にはパソコンのメモリなんかは電源を切ると中身が消えます。それからあと外部記憶装置ですね。これもはですね、その先ほどの主記憶装置は、電源切ると中の情報が消えますから、それを取っておくためのもので、まあ我々人間で例えて言うと、その主記憶装置が、まあ、脳の記憶 で外部記憶装置が、まあ、ノートにメモするとか、そういったものが例えられるでしょう。で、記憶や読み出しの速さはですね、その人間がのノートに書くのと同様、まあ、主記憶装置に比べは遅いんですけれども、まあ、電源を切っても内容は消えないという特徴があります。で、昔ですとこの
外部記憶装置の代表的なものはフロッピーディスクとか光磁気ディスクと呼ばれるものだったんですが、多分皆さん見たことない人がほとんどだと思うので、今日は実物を持ってきたのでちょっと紹介、後で紹介したいと思います。でそれが現在では、皆さんよく使われているのは多分 USB メモリーですね、とかあとメモリーカードと呼ばれるものだと思います。であと、入力装置というのが次にございまして、でこれは外部から何らかのデータを入力するものです。でこれは計算機の CPU にとって外部と呼ばれるものですから、例えばキーボード、それからマウスといった器具で人間がですね、こうデータを入力したりとか、それから座標を指定したりとか、そういったことが、そういったことが CPU には情報として入っていくわけですね。でそういうのを入力装置と言います。でそれから逆に、出力装置とも言いますのもありまして、でこれはその CPU から外部へ何らかのデータを出力すると。例えばモニターっていうのはこの、ディスプレイとも言いますけれども、画面に情報を表示する、で人間がそれを見て、情報を知ると。だからあとはプリンターのようにその紙に打ち出すとかですね、それからスピーカーのように耳に聞こえるようにするとか、そういったものをここでは出力装置と呼びます。